で、日本ではそういった賭博、そういったものはですね、一切法律で禁止されている。だから日本人に向けてそれをやる。アウトに決まってるじゃないですか。しかもこれアフィリエイトなんだ。海外のアフィリエイトだから関係ないなわけないじゃないですか。結局そのカジノをやってる人が増やしてるんじゃなくて、いや、はっきり言ってネズミこうやってたんでしょって話なんですよ。はい、皆さんいつもアクセスありがとうございます。また当たりましたでしょう。はい、私がですねイーラについてやばいよって話をしてました。物なしマルチですね。今物なしマルチって言葉が流行ってますけど、やばいよって言ってまた今度は行政処分通り越して逮捕でございますね。しかも15人、バット博樹氏っていうんですか、その方を中心として、まあ女性の方と顔バレしてますけどね、人生やばいことになっちゃうわけですよね。今回は特商法違反で逮捕ということでございますけれども、これはですね、本当に特商法違反だけなのみたいなこともありますので、その辺もですね、逮捕者が出てますんでね。まあ去年もアムウェイさんで逮捕があって、今年はなんとイーラで逮捕がなんと15名ですよ。15名。これとんでもないですよね。組織犯罪ですよね。こういうことが起こってるということをですね、皆さんに解説して、騙されないような知識を身につけていただけたらなと、このように考えてます。さあ、イーラというのはですね、今回逮捕者が出たわけなんですけど、僕は危ないよって言ってました。その前はノーバだったんですね。で、ノーバ、行政処分になりました。リーダーできませんということになりました。はい、行政処分になってですね、会社が、日本にいない。それでもリーダーをですね、そして事務所を、これはですね、行政処分で一切勧誘してはいけないというね、業務停止命令が出たわけなんですよ。これは画期的だったんですね。今まで海外のだからって言ってね、逃げてきた人たちがいるんですけど、海外のだって関係ないよねっていうことでですね、行政処分になりました。ノーバの後にイーラ行政処分逃れで同じようなことをですね、やりました。で、イーラとディバインというのに分かれていったわけなんですが、その中でイーラで逮捕者が出たんですけれども、まあ、ディバインは同じようにアウトだということですね、もう。はい、このイーラはその前にノーバ、その後はフューチャーリンクマルタ FLM、そしてその前はですね、アジアエンターテインメント AE アフィリエイトっていうのがあったんですね。ずーっと同じことやって、ずーっと同じような被害者をやり続けたんですね。いや、その中でですね、ちょっとやりすぎだなっていうのはですね、物なしマルチですよ。カジノですよ、カジノ。カジノは岸田首相がですね、総理大臣がですね、これは非合法であるとダメだと潰すっていう話をですね、まあ宣言されてたわけ。僕はその時も動画を撮ってですね、これはもう完全にですね、やばいビジネスですよねって話がですね、でも彼らはですね、カジノは合法的になってカジノができるんだということでですね、合法カジノができるんだということ、それとゲームのカジノと何が同じなのかわからない。よくあるんですね、もっともらしく全然関係のないことを言ってるネットワークニュースは、はっきり言ってですね、これはですね、有料公認の僕は法律違反だと思うんですけれども、はい、その中でですね、カジノが、広がっていく。だからイーラとは関係ないですね。で、日本ではそういった賭博、そういったものはですね、一切法律で禁止されている。だから日本人に向けてそれをやる。アウトに決まってるじゃないですか。しかもこれアフィリエイトなんだ。海外のアフィリエイトだから関係ないなわけないじゃないですか。結局そのカジノをやってる人が増やしてるんじゃなくて、いや、はっきり言ってネズミこうやってたんでしょって話なんですよ。で、彼らは何回も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 同じことを繰り返し、被害者を増産量産してきたわけですね。しかもこれニュースで主婦の方がですよ、子供を育てる主婦の人が昔の友達から会って、なんか簡単だと、誰でもできると、そして勧誘の仕方が間違っている。しかもですね、勧誘するにあたってね、リスクの話だとか、一切なしにその非合法なマニュアルまであったんですね。気をつけてください、大丈夫ですか、マニュアルがあるとか言ってですね、ね、そんなマニュアルってどうなんだと、相手を丸め込むためのマニュアルはマニュアルではないんですよ。わかります？お客様を笑顔にする、誰がお客様なんですかって話なんですよ。例えばね、このイーラですよね、誰がお客さん、どんな価値をどんな方法で提供するんですか、考えてみてくださいね。ライフコンシェルジュにしてもそうですし、ビーボにしてもそうですし、その他もね、そういったのが誰にどんな価値をどんな方法で提供するのか、
ね、カジノをやる人誰なんですか、ね、ビーボつける人誰なんですか、そしてそれはどんな価値があるんですか、お金が増える簡単だということですか、いや嘘じゃないですか、いやしかもどんな方法で友達リストアップで勧誘していくわけですよ、それに法律違反のマニュアルがあったわけですよ、しかもそこを丸め込んでいかにも簡単って嘘をついてですね、魔法があるかのごとお金を生む魔法があるという嘘をつきながら、なんとやるときにはですね、75万円展開、しかもそのお金がなかった消費者金融について、いわゆるサラ金ですよ、僕らの時代はですね、リーダーではこういう話がありました、時計なんかもですね、あのリーダーのなんか借りて、あとはパチモン、偽物ですよ、偽物のブランドとか持って儲かってるふりをする、キラキラする、心が痛くなりませんか、必要ですかそんなことが、儲かってるふりをする、つまりあなたは騙してるってことなんです。さあ今回整理しますとですね、完全に僕はですねネズミ講に限りなく近いと思ってます。なぜならばそれは消費者がいないから、そしてあなたたちはカジノをしたいわけでも何でもない、ただ儲けたかっただけでカジノがついてるだけだと、それをですねマニュアルと言いながらですね、違法行為によって勧誘している、それはですね勧誘の仕方、身分の提示、目的の提示、そしてですね場所、時間、説明の仕方、全部レギュレーションがある、全てが違反の中で、イーラなんかも事務所がリーダー持ってました、その事務所で勧誘とかの行われてたそうですし、全てがですね説明の仕方は全くなってないということが発覚しております。まあ今回ですねこういう逮捕者になったのも、あの新宿109とかですね、相原くんっていうんですか、面白いですね、彼らが追跡をしてですね、散々こうやってね、ムーブメントを作ったんじゃないかなというね、彼らみたいなですね、そうやって悪徳商法撲滅、詐欺撲滅だって言ってるね、若い子がたちがいるから、そういうことがなるんじゃないかなと、僕はちょっとねおじさんですからですね、突撃できないからね、俺が突撃したらさどうなるんだろう、やってみたいけどさ、一緒にやりたいね、なんかね俺もね、変装なんかしたりしてですね、なんか面白いな、すごいなと思いながらですね、ああいう子たちがいてですね、あの今回のことに繋がったんじゃないかなと思いますよ。はい、ぜひともですね皆さんですね、騙されないようにですね、そして皆さん危ないなと思ったら録音録画、そして消費者センター警察、騙されたらお金は返ってきません、騙されないようにすることが大事、学ぶことが重要です。はい、皆さんが騙されなくなれば悪徳商法は撲滅できると私は考えてます。ぜひともですね皆さん、騙される前にしっかりここで勉強していただいて、少しでもおかしいな、録音録画、警察、消費者センター、私どもの方にぜひご相談ください。今日も応援ありがとうございます。テキシール100%ということで、今度はどこだ、もうあの会社で間違いない、こんな風に思ってる方もいらっしゃると思います。ありがとうございました。